こんにちは。君がズッキーニ第53回目、2010年5月29日土曜、野菜一応しながらのお届けです。私は野菜を作っている富田です。野菜素人の太田でございます。どうもありがとうございます。いつも強になっております。ありがとうございます。今日はいい天気になりましたけれども、この1週間もずっと雨で寒い日が続きますね、富田さん。あれですよ、3月ぐらいの天気というね、こう気温というかですね、そういう風に聞いたりもしますが、とにかく寒い。寒い。なんか急に風がたまに吹いたりすることがございまして、またね。強烈な風ですか、またそれは。そんな心地よい風とかではなく、はい、何かが飛ばされるぐらいの勢いで。そうですか。そうですね。ちょっとズッキーニの黒マルチがもう飛ばされて、まして、あ、本当で、トマトにしてたビニールトンネルもバー飛ばされて、あ、そう、その畑全体を覆ってる網も、うん、ベリベリって揺れて、そんな強風吹きました。吹いてた。いつですかね。あ、そうか。結構週の初めの夜中になんか来たみたいで、そういえば先週の23日の日曜日は結構激しく降りましたからね、うん、まあ、その要因でなんか今週もパラパラずっと降ってましたけども、ほんまありますね。本当にね、その寒いってだけであれですね、これ、いや、やっと暖かくなってきて、うん、作物も育つかなとかって言ってたにもかかわらず、まだこのね、そのちょっとまた寒くなると影響が出ますかね。はい、うん、網とかの資材が壊れるのは悲しくなりますね。まあ、それもね、めんどくさいですけどね。なかなかこう天気が安定しないっていうのもね、はい、考えもんでございますね。で、もう雨降ってるじゃないですか、うん、そうなってくると、畑の方で作業ができないですね、うんうん、やっぱり雨の中で作業するとぬかるんでて、うん、あのぐちゃぐちゃになってしまうんで、うんうん、で今、ビニールハウスの中でスタンバってるナスとか、うん、ピーマン、うん、畑に植えられるために待ってるんですけれども、待ってるだけ。待ってるだけで、もうビニールハウスの中ですくすくと成長しすぎて、なんかひょろ長くなっちゃってますね。大変なことですね。そうですね。この1週間本当にね、何もちょおめら待てよっていうわけでもいかないですからね。うん、ちょもうちょっと待ってくれと、うん。トンネルそこそこあったかいんで、すぐすぐ伸びるし、その黒ポットの下にちょっと穴が開いてるんですね。うん、そこから根っこを下にブーな伸ばして、うん、地中に根っこをバーって生やしていきますから、うん、元気になっちゃうんですね。なるほどね。うん、そうですか。思うように本当にいきませんね。今年はなかなかこう、いつもって言ったってまだね、ここ何年かですけど、なかなか難しいですね、本当にね。はい、そうですね。うまくいかない、うまくいく方がなんというか珍しいというか、まあそういうもんなのかもしれませんけども、そうですか、なかなかご苦労なことでね、はい、本当に。今までガンガン取れてたイチゴの方もちょっと、雨でね、なかなか収穫もできないし、もう腐りやすくなってしまって、そろそろ終わりかな。そうですか。っていう感じです。本当に短いですよね、いちごがね、うん、こう一番おいしい時期っていうのはね。うん、で、まあ、エンドウの方も怪しくなってきましたね。そうですか、うん。もうこの本当に数週間ね、エンドウはうちの食卓にもよく並びましたしね、いちごも食べさせてもらいましたけど、やっぱそういう時期も、一番おいしい時期っていうのは、ぼちぼち終わりかなというところですか。うん、なるほど。で、先週多分話してたんですけども、ニンニクの芽の話。うん。なんか京都タワーみたいな感じなんですけど。タワーみたいなね。うん、これ結構いい匂いしますよ。切り口とか。お、お、本当だ。食欲そそる匂いでしょ。あー、すごい。取り立てなんで青臭いですけども。そうですね。うん、いや、でも、ほんのりと香ってまいりますよ。そうですか。これ、試しに食べてみましたけど、美味しいです。そうです。ニンニクの芽でした。長年の元気出ましたか、うん、そうですか。ほんまかいや、なんか長年の謎が、長年の謎っていうか1週間の謎が解けました。全然長年じゃねえ。なんだこれ、本当にそのニンニクの芽です。非常に美味しいです。今日太田さんのお家でも食べてください。そうですか、はい。長年のってどういうことや。何を不思議に思って、言葉のあやで出てしまったんです。1週間の悩みがやっと解けました。いや、1週間何悩んのって。いや、これが本当にニンニクの芽なんだ。何だそれ。何美味しくいただきました。まあ、そうですか、はい。本当にほんまやったみたいな。ほんまニンニクやったみたいな感じですか。うん、そうですか。なるほどね。で、ね、ニンニクの芽もそうですけど、玉ねぎの方が大きくなってきまして、なるほど、葉っぱが伸びてたのが、パテって倒れて、うん、収穫時期になってきました。なるほど。早生と奥手が
というのがあって、うん、わせの方が早くできる品種なんですね。わせ、うん、っていうのはもしかしたら早い稲と書いてあるわせという、あの早い生まれるです。あ、そうですか。早稲田大学のわせである、はい、早く生まれる。あ、そうです。生まれる。わせで奥手は奥手の晩晩夜の晩にその夜の生きる生きる。あ、そうなんや。男性奥手ってちょっと引っ込み思案とかそういうのじゃないですか。ちょっと引っ込み思案なんで万機大成型なんですよ。大器晩成型なんですよ。何言うとんの。なるほどね。合わせとった晩奥手、ね、同じ玉ねぎでもそういう品種の違いで、うん、早くできるのと遅くできるの、うん、で遅くできるのは長く貯蔵ができるとか、うーん、なんそうか、そういう違いがあるんですね。なるほど、うん、その和製がちょっともう収穫時期になってきました。なるほど、はい、いいですね。来週にはお届けできると思います。あ、これぜひとも、うん、はい、であと、普通の空豆とは若干違って、うん、フランスの方の空豆ファーブっていうんですけども、はい、それも、ちょっと育ててきたんですけども、うん、そろそろ大きくなってきました。あ、そうですか、うん、またご披露していただける日が若干ね来ますか。そうです、若干。で、まあ、今年はもうそれでちょっと種を取って来年用にも回そうかな、うん、なるほどね。すごいね、トメちゃんがね、もう来年のことを考えてた。もう明日のことだけを考えてたトメちゃんがもう来年のことを考えて、もう素晴らしいことですよね、うん、このね。そうですか。そら豆はそうなんですけども、なるほどね、あの人参とかもこの時期になってくるとアブラムシっていうのが非常にたくさんついて、うん、その真っ黒になるぐらい、うん、そうで、それ群れでっていうこと。そう、アブラムシ、ちっちゃいつぶつぶみたいな虫がなんか木の汁を吸ってるんですよ。でその汁を吸うことによって変なその病原菌みたいなのも植え付けていってしまって、ウイルスですね。そうか。で木自体も病気になってしまう。なるほどね、うん、そう、アブラムシを介した、うん、介した伝染病みたいな野菜のとかあるんで、とんでもないやつですね、アブラムシは、ね、うん、防除しなきゃいけないんですけども、うん、まあいっぱい野菜についたままです今。そうですか。なるほど。うん、なすがままという自然のままなんですね。はい。そうですか。まあそれも、うん、なんとかしなくちゃということですか。うん、うん、ですね。なるほどね。じゃがいもの花が今咲いてます。じゃがいもの花が。はい。じゃがいもの花が。うん。まあじゃがいもはナス科なんで、うん、実は。はいはい。そのナスみたいな花が咲いてるんです。うん、おお。それに実がついたらまたちっちゃい、まあ、ナスのようなトマトのようなやつがつくんですけれども、うんうん、その花がつくとそっちの方にやっぱり栄養を持っていっちゃうんですね。なるほどね、はいはいはい、生き物として子孫を残すのが大事ですから、うん、花が咲いて種ができる、うん、だったらそっちの方に栄養を回そうとするんで、うん、手間時間があるんであれば花はどんどん取っていった方が、ひどいな、ひどい話やな、頑張っていきようとしてるのに、うんうん、それで取っていった方が土の中にある芋の方が、うん、うまくなる、うん、栄養がいってうまくなるんですよ。なるほどね、まあ、手が回ってないんで、なるほどね、花は咲いたままになると思いますけど、近い、うん、その家庭菜園とかもしやられてる方があったら、あ、そうそうと言うだけで、じゃがいもの花綺麗だなって見てないで、うん、美味しいじゃがいもが食べたかったらもうブチブチね、切っていってもらったら、なるほどね、うん、美味しいジャガイモ、なるほどなるほど、ができていくと思います。うん、はい。あれ、なんかうちの娘が今日夢を見たって、何の夢見たって、なんかトメちゃんが学校に来とる夢見たって、なんか一緒に給食食べてる夢見たとか言ってましたよ。思いますか？何しに来とんねんトメはみたいな。流行りの食育。そう。で、俺もそう言ったって、そう言ったったんや。でもうちのは違うと。あ、じゃあジロハッタンが来たんだで言うてそういう夢ちゃうかい。うちらはもう大人目線ね、いや止めな、上田さんというね、野菜を作る若者が小学校に回って今話をしに来てたんかなって言われて、いやいや違う、勉強、一緒に勉強してた、そう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 っていう見方もあるらしいんです。まあなんかトメちゃんがね、学校に来て教室に来てた夢を見たとか、もう甘さ夢になるかもしれない。そうそうけど、はい、なんかね、未来を予見してんじゃんわって、たまにそういうこと言い出しますから、まあ楽しみにしてみましょう、はい、そういうのがありますからね、はい、はい、ではそういったわけで、君がズッキーニ第53回目でした、うん、ありがとうございました、はい。